ちょうどね、かすれも出てきて面白い線になるんですよね。キララン。はい、毎度、こしやすつらら、あざっかやつららの職人、しょうちんでございます。今日は水墨画で桔梗を描きたいと思います。この間から桔梗尽くしで申し訳ないんですけど、せっかくね、こうやってね、我が家にね、たくさん咲いてくれたので、もったいないなと思って。普通水墨画のお稽古ではね、実物を見て描くってことはあんまりしないような感じするんですけど、やっぱりね、実物を見てこそわかるもんってあると思うので、でもね、なんかね、僕の描きたい桔梗ではないんやけどな、これ。旺盛すぎるやろ、これ。なんか、生命力が。ふっといんですよ、茎が。で、めちゃめちゃ花つくから、観賞用としてはいいんですけどね。なんかちょっとイメージ違ったよな。まあだからこういうのも、整理しながら自分なりの絵を描く方法についても触れてみようと思います。それでは、早速やっていきましょう。どうぞ。はい、というわけで実際に、このね、先ほどお見せした桔梗を見ながら、水墨画で描いてみたいと思います。楽しく描くことが大事ですね。まず道具の紹介からしてみます。今回は、天畑本石で日本の小円木を刷りました。小円木っていうのはちょっと青っぽいので、なんかこうね、桔梗って、どっちかって言ったら暖かい色というよりもこう、寒色系、冷たい色の方が合うんじゃないかなと僕は思ったので、青っぽい小円木を使うことにしました。これはお好みですよね。どっちでもいいと思います。よく濃く擦っておくことがポイントだと思います。ちょっとね、難しいんですけど、日本の墨はね、柔らかいので、濃く擦りやすいんですけどね。とろーりとするぐらいね、濃墨をしっかり擦っておくことも大事だと思います。筆なんですけど、今回もこれでいけるんじゃないかなと思います。日坊さんの六間堂水墨画筆でしょう。これを使って滑って描けるんじゃないかなと思ってます。で、まず、墨作りですよね。いつものように僕はちょっと大皿でね、様子見ながら混色することが多いので、先に超薄墨だけ作っておきます。これもいつもと一緒かな。ジャボンと入れずに、こう横の際の方からね、少しずつ混ぜていきますね。はい、こうすることで濁りのない墨が作れます。縁に降りてってる色が、だいたい墨の色、濃く見えますけどね、そこまで濃くないんですよ。あと横に置いてあるのを全部見せときましょうか。これ筆線ですよね。2つ仕切りがありますけども、こちらで洗って、でこちらで綺麗な水をすくう。どちらか一方をね、常に清水、綺麗な水をこう維持しておきたいですね。これ濁っちゃったら汚くなるので。あと横にはこれですね、布巾。めちゃめちゃ汚い僕のずっと愛用してる布巾です。これで、水気を調節します。これが大事ですよね、水墨画って。かすれさしたいときは、水をよく吸わないといけないし。これも、常備しておきます。まあ、ティッシュとかよりね、ちょっと分厚い布巾の方がいいんちゃうかなと思います。ティッシュやとね、結構よく吸い取ってしまったりして、難しいんですよ。で、まずね、この特徴的な花の形を練習してみようかなと思います。これはね、100均のやすやす半紙。これ練習紙にいいですね。高い紙使うと、結構こう、気が張って、ね、おおらかな筆運びできないので、安いの使うといいと思います。まずですね、この超淡墨、これをしっかり、筆に含ませて、4辺切るといいと言われてますね。1、2、3、4、軽く。ぐらいがちょうどいい水含み、やと言われてます。でですね、桔梗の花をね、真正面から見るとね、何に似てるかなって思ったら、五角形もそうなんですけど、星型に似てますよね。星型書いてみますね。こんな形に桔梗の花なってるんですよ。で、この頂点をつないで、こういう裏返った。この頂点をつないでいったら、五角形なんですね。当たり前の話ですけど。この形を基本形にして、ここに、当てはまるように、今回は木骨法、面で書くやり方でやってみようかなと思います。まあ、こうやってね、星型まず書いといてもいいかもしれません。薄墨で。で、この彫刻いきますね。これね、まあ、難しいんですけど、このね、今回書くのは紫の桔梗なので、紫ってね、色をこう、モノクロに変換すると、結構濃いと思うんですよ。で、この花の難しいところが、葉っぱも結構濃いので、墨で表すとき、どっちを薄く、どっちを濃くするのが難しいんですけど、葉っぱは割と濃く落としたいので、ベタ黒にならないように彫刻したいなと思います。でも、ちょっと濃いめの彫刻を心がけてしてみようと思うんですけど、先ほど水を切ったこの筆に、どうやろう、3分の1ぐらいにまでやりますか。濃墨、超濃墨を取りました。これでちょっとペンペンペンとこう、お先調節して、濃墨を含んだことでまたちょっと水含み良くなってるので、一回水を少し切って、これでこの星型を埋めていきたいんですけど、こう根元はね、薄くなってるので、しっかり筆を倒して、運筆することで、この中心部分がね、この薄い墨で、こう、グラデーションでね、薄くなるんですよ、この中心部分が。これで立体感つくと思うので、筆を軽く持って、一筆でね、一枚、
花弁を表そうかなと思ってます。これね、一体化してるんですよね、この花って。いきますよ、しっかり筆寝かして、よいしょ。でここまで来ると結構筆がもうカスカスなんですけど、彫刻がね美しいのでこのままいきたいと思います。かすれそうやなと思ったらゆっくり動かしてください、筆を。ゆっくり動かすとそんなにかすれないですね。はい、もうちょっと根元明るくするつもりでしたけどまあそんなうまくいかないんでね、なかなか。一回筆洗って、これは一筆で一枚の花弁、一枚って言っていいんかな、これほんま一体化してるんですけど、表した方法です。これでも書き方によって、例えば先ほどと同じ薄墨を取って、彫刻は一緒ぐらいかな、3分の1ぐらいに墨取ってなじませて、今度はね二筆で一枚書いてみたいと思います。これはまたねちょっと違った雰囲気になるんですよ。こう二筆で一枚書いてみますね。はい、どうですかね、今度は先ほどの1回で表したのもまあまあおおらかでいいんですけど、2筆で表すことでここで筋がね入ったり、彫刻がこう左右で分かれるので、こうねなんかね桔梗の花脈がね中央にね太いやつが入ってるんですよ。それをちょっとだけね感じさせれるような描写になりましたよね。今回はだからね2筆で、1枚の花弁を描くやり方でやってみようかなと思います。まあ、これが基本形ですね。で、あとはあのカラカラになったこの大きい筆でも大丈夫です。カラカラにしておけばにじまないので、濃い墨を取って、このね花弁と花弁の間っこにね、わかりますかね、この花弁と花弁のこの間中央におしべが来るんですね。こう縦長の線が入ります。こうこんな感じかな、ほい。で中央にもこうちょっとあるんですけど、まあまあこれはこさっと表しといて、中央のこのねめしべとおしべをこう細い線でつないでいきます。で最後にこの太い紙脈、これをちょっと表したいですね、こうやって。まああんまこれやりすぎたらね面白くなくなるので注意なんですけど、少しこう中央に紙脈っぽいものを入れておいてあげると花の立体感も少し出ますよね。はい、これが真正面の不要じゃない、何やったっけ、桔梗の花です。でこっからこうね、茎がついていくっていう。じゃあ今度ねこれ横が難しいですね。まあ花もねそれぞれこう向きが微妙に違うんですけど、今度は真横描いてみましょう。桔梗の花って裏側は薄いんですよ、色が。手前側の方が濃いので、その裏表のね色の違いを表してあげると描きやすいですね。桔梗の花をねこう横から見るとですね、こんな形になってますね。こうラッパ型っていうんかな、まあ、あのお子さんが描くチューリップを横にしたみたいな形なんかな。見方の角度によってもちょっと微妙に違うんですけど、このね花弁と花弁の間のところにこのね向こう側の花びら、これは濃いんですよ。こっちが表側の花びらになります。これが裏側ですね。だ今度これに沿って描いてみようと思います。今度はねあの手前に来てる方を先に描いた方がいいので、この花びらの裏側を描きます。なので彫刻は先ほどはね結構濃くいきましたけど、今回はね穂先のほんの少しにつけてですね、まあどうやろう、ほんまちょっと左右させてグラデーションを穏やかにしておきます。揉み込めば揉み込むほどあの穏やかになるので、グラデーションも。そしたらまた二筆で、これに沿って描いていこうと思います。ちょっと濃いなこれでもほんまにちょっとでいいかもしれません。これでも濃い感じするね。はい、これが裏側の運筆ですね。じゃあ次は、まあ、この筆のままで大丈夫です。これ薄いので、先ほどと同じ真正面の桔梗を描いた時と同じ彫刻で濃いめにしてですね、この間から見えてる、花弁を描きます。はい、こんな感じかな。そうするとどうでしょう。ちょっとね、裏はもうちょっと薄くしたかったんですけど、向こう側に見えてるこの花びらが濃いので、あこっちがほんま表なんやな、こっちが薄い方が裏なんやなっていうことが分かりますよね、これで。で額がついてるので額を軽やかに入れておきましょうね。でこう引っ張るように、こんな感じかな、横の桔梗は。まあ、これが基本形ですね。もっとこう角度が微妙に違うと見え方が変わるので、それはちょっと研究してねやってほしいんですけど、でも運筆としてはこれが基本になってくると思います。これの応用でいろんな角度を描いていくといいと思います。はい、じゃあ次はね葉っぱですよね。つぼみと葉っぱ、
つぼみはもう薄くいきましょう。今度はね、彫刻せずにね、この微妙な色合い出してみようと思うんですけど、この超薄墨だけをこう筆に含ませて、少しこれ水切り気味にしときましょうか。あのね、電球型っていうのかな、単純化させたらこうね、こうなっててちょっとくびれてる、こういうつぼみの形してるんですよね。でもよーく見るとこのね、つぼみ自体が実は花びらになるんですよ。だからこれも実はこういうところに花びらの線が入ってます。よーく観察したらわかると思います。これに沿ってまた運筆してあげますね。筆を開けることでね、立体感出るので、ぜひあのこう一筆で表すのもいいんですけど、何筆かに分けてあげると、この筋がね、筋目書きになってる筋目が、まあ、つぼみのね、この筋を表してくれるので。そしたらですね、今度は濃い墨をちょっとだけ取ってきて、ちょっとこう中木あたりのこの濃さにして、これをね、この中央のところにちょっと染めてあげます、濡れてるうちに。そしたらね、このね、じわーっと滲んだところがね、つぼみのグラデーションになって綺麗ですね。これ彫刻でもいいんですけど、なんかこう柔らかい雰囲気にしたいときは、こう後から墨をこうやって加えることもいいと思います。で、これも腕長支えてるので、こんな風に。ちょっとこう、クリンって翻ってるんですね、この額のところね。さっきも言ったんですけど、僕のこの参考にしてる桔梗ってすっごくね、猛々しいんですよ。なんか僕のイメージはね、こうなんかひょろーっとしてるね、なんかこう風にもそよぎそうな桔梗が僕は描きたいので、そこをアレンジしてね、最後にあの1枚描きますけど、描いてみようと思います。だ、茎はね、ちょっと細めに描いた方がいいかもしれませんね。こう引っ張るように、筆の中間から上あたりを持って力入れずに、もうポンって置いたらこう引っ張ってくるようにね、するとこの伸びやかな線描けると思うので、これで描きたいですね。さあさあ、じゃあ最後、これね、難しいんですけど、葉っぱですよね。植物ってほんと葉っぱが難しいんです。でも一個ね、葉っぱの攻略法っていうか、これね、ほとんどやね、でもね。うん、まあ、まれに例があるかもしれませんけど、これね、ほんま賢くって、葉っぱはね、構成するんですよね。簡単に書くと、茎がこうあったらですね、例えばこう右に出ますよね、葉っぱが。で、今度左にこう出てますよね、下に行くについて。そしたらね、今度手前に来てるんですよ、こう。で、右、後ろに出たり、左に出たり。上から見るとね、こんな感じになってるんですね。こういう感じ。これ真上から見た構図です。これが花屋として。真上から見たらね、葉っぱが全部ね、日光を受けるように、交互にこう生えてってるんですよね。この特徴さえ掴んであげたら、葉っぱは攻略できると思ってます。ちょっと紙を変えて、花は先ほど、言った方法で描いてみます。はい、こうして描いたらですね、今度は額と、茎を描きますね。彫刻はそうですね、どうだろう、ちょっと濃い墨を少し穂先に取った方がいいかな。変化がつくなーっていうぐらいの程度で、で上の方を持ってピューッ、よし、描いたら葉っぱはね、茎の下になればなるほど大きな葉っぱになって、花のね、ついてる上の方はね、ちっちゃい葉っぱですね。これを描いてみたいと思います。彫刻は超薄墨をまたつけておいて、4分の1ぐらいに含ました墨を左右にこう振って振って、グラデーションを穏やかに、筆をこういっぱいいっぱい寝かせて彫刻を穏やかにしてみました。これで上の方から描いていきますね。上のはちっちゃいです、葉っぱが。上の葉っぱは一筆でもいいんじゃないかな、こうやって。少し早めに動かしてかすれとかも入れてあげると面白いかもしれませんね。で、この下の段階になってくると、二筆で一枚の葉っぱを描いてみようと思います。手前に来た葉っぱですね、ちょっと短縮法で、この幅が狭くなりますよね。で、桔梗の葉っぱってね、よく見るとギザギザしてるんですよ。葉っぱの縁が。でもこれは、表すの線でいいと思います。ちょっと、ね、最後にやってみようと思うんですけど、基本椿の葉っぱを描くように、二筆で、1枚の葉っぱを描いていきますね。で、墨は付け直さないでください。このままいきます。せっかく彫刻したので、このグラデーションを楽しむように。ちょうどね、かすれも出てきて面白い線になるんですよね。かすれを楽しむように、まんま、このまんまいきます。かすれてきたなと思ったら、筆の運びをね、思いっきりゆっくりにしてみてください。ここで焦ってね、早く動かしてしまうとかすれすぎてしまうので、このね、葉脈を入れますね。葉脈、本当は葉っぱより薄い黄緑なんですけど、それはできないので、濃墨を穂先に取って、中心を走ってます。葉脈はこの中心線をどこに入れるかによって葉っぱの向きがね、変えれますよね。はい、描いたらこのところから少し分岐させて
少し細い線で、これも交互に、左右交互に書いていきます。で、これでもいいと思うんですけど、このギザギザのねところもちょっと表したいなっていう方は、ちょっとまた濃い墨を取って、違和感のない程度にですね、ちょっとギザギザこうやって、あんま濃い墨でやっちゃうと目立ちすぎるのであれなんですけど、少しねギザギザも加えといてあげても面白いかもしれませんね。あんまこうやりすぎるとくどくなるので、ちょっとわざとらしくならないようにね、これしないといけないんで難しいんですけど。はい、こんなもんでしょうか。どうですかね、この葉っぱの描き方でなんとなく描けそうかな、なんとなく描けそうでしょうか。ポイントは、左右に行ったり、こう手前に来たりね、後ろ側に行ったりを組み合わせて、さあ、では最後に、通しで、この技法を使ってですね、いろんな花の向き描いて、一枚の水墨画を描いてみたいと思います。まずね、このやすやす半紙にね、花の構造を描いてみようかな。ちょっと横で構成してみましょうか。これやすやす半紙です。100均のやつです。花入りそうなところを丸で囲っていきますね。横向きの花は、楕円。葉っぱはまあね、バランス見ながら加えるので、そこまでかかんでもいいんちゃうかな。こんな感じでやってみようかなと思います。で、本紙は、この上に重ねる本紙は、これはね、高精配の絨毯線。ちょっとね、にじみの強い紙で、やってみようかなと思います。で、ずれないようにちょっと文鎮を置いて。では、書いてみたいと思います。彫刻を生かしたいので、あまりベタベタ塗らないこと、先ほどのように二筆でしっかり形を出してあげるのを、ちょっと練習するのが難しいですかね。チタン切った。くちくちゃい。あ、くちゃいな。今日もくちゃいな。彫刻は先ほどと同じです。ちょっとこの辺は難しいですね、見え方が。少し研究しないと。邪魔やな。茎描くときは薄墨を基調にするんですけど、ちょっとだけね、横にピッとこう濃い墨つけといてあげたりすると変化が出て面白いですよ。勢いよくこう引くことで伸びやかな印象を受けますよね。ここ怖がっちゃうとね、なかなか面白くなくなるんですけど。はい、完成かな。思ったより、墨を吸い取る紙でちょっと苦戦したんですけどね。水をよーく吸い取るので彫刻がねちょっと乱れてしまったんですけど、まあなんとなくね僕の描き方ですけど、気境を描いてみました。ポイントはやっぱりこの花の向きによってこう星形がね微妙に変化することと、あと葉っぱですよね。葉っぱの付き方どうなってるかっていうことを考えながら、ちょっとにじみすぎたな、ここら辺な。この紙難しいわ。どうやってこう描いていくかっていうことはちょっとお分かりいただけたかなと思います。このね、墨一色でね、花の方をどれぐらい濃くして、葉っぱをどれぐらい濃くするかっていうのがすごく難しいんですけど、今回はこの花の方を少し薄めに落として、紫のこう軽やかな感じを出したのに引き換え、その場合は葉っぱを少し濃くしてあげたら、釣り合いが取れると思います。これ同じトーンでやってしまうとね、ぼやぼやした印象になるので、どっちかですね、花を濃くするんやったら葉っぱをちょっと薄くした方がいいし、バランスですよね、そこら辺も。はい、キキョウってねすごく繁殖力旺盛なんですけども、今回はちょっとか弱い感じに表してみました。まあ僕の描き方ですけど、何か皆さんのね制作に少しでもお役に立てたらありがたいです。はい、それでは最後までご視聴くださりありがとうございました。またお越しやす。ブララーンのお茶の間。ガーベラにね、種が、ね、花瓶に刺しといたガーベラ。種がね、出ましてね、それを分けてくれてます。プロになってきたな。すごいね、このタンポポの綿毛みたいなねな。お腹すいた。やってくれてるわ。
取らんでええねん。何回やり直してもチーピーが笑かしてくるんですよ。僕がやり始め思ったらね、グーってお腹鳴るし、ショーチーママのやめて、あのいい話しようとしたのに忘れたやんか。今日はね、あの女の子がね、こんにちはって言ってくれたんですよ、散歩の時。そんないい話しようとしてんのにも